弁護士高田の法律問題一等両断この番組は法楽法律事務所の提供でお送りいたしますモーニングジャーナル大木の皆さんおはようございますなんか寂しくて私朝から泣いてしまうかもしれませんって言って目薬持ってこようかな法楽法律事務所弁護士高田の法律問題一等両断高田弁護士ですおはようございますおはようございます 3月28日ということで、まあ、今日夜の番組もありますよね。夜のの高田弁護士、はい、男女の問題に特化した番組ということなんですが、まあ、その前にさあ高田弁護士、はい、最終回ということになりますので、はい、まあちょっと夜が今日はありますけども朝は最終回ということになりますけれども。 こうしやはりあのやっぱりどうしてもこう我々っていうのは、まあ、裁判に行けば当然相手方が弁護士のことが多いですから、はい、どうしてもこう業界内でお話をこう、まあ、通そうとすると<ー>その法律に普段携わってない方がどう考えるかという視点を<ー>まあまあまあ 忘れるというか後に残ってしまうことがよくありますけれども、はい、やっぱり今回聞いていただくほとんどの方がまあ通常普段からあまり法律に携わらない方が多い中で、はい、どうやればその まあ面白くという言い方をしていいのか分かりませんがよりこう近いものとして法律を感じてもらえるのか、うん、その辺りをいろいろ気をつけてあお話をしてきたつもりだったんですけれども、はい、そこがまあ少しでも、まあ、あ通じているといいかなというふうにはもうその結果というのはおそらくあの、えー、まあ放送局というのはまあテレビ局も含めてですけど番組を審議する審議委員会とか審議会というのを開かなきゃいけない。 いけません、まあ、そんな中で、えー、委員の皆さんに高田弁護士の法律問題一刀両断がどういうふうに映っているかということで、まああのー、ずっと日頃から聞いてくださっている方もいますしこの部分を聞いてくださいと言って、まあ、とにかく、あのー、辛口お評価を委員の方たちはされますのでそんな中でもですね本当にもう一度聞きたくなる面白い番組だとか あのお正月の番組特にお年玉のフードのねああいうなんかこう忘れかけていたようなことが法律と絡めると面白いというなんか身近な、まあ、今までこう芸能ネタもありましたし、うん、えそういうとこでは普段やっている本当にあのお仕事の 関わりっていいいうここととだだけけじゃないことにもお答えいただけたかなといいう,うに思いますなんかすごく寂しいですけどあのあれですよ私との不仲であるとかですね <laughs> よくあのちょうどあの番組切り替え時にはですねテレビなんかもキャスターとサブキャスターの相性が悪いとかねこれも先週のネットじゃないですけど。 ただのネット情報なんですよね。あのじゃなくて、弁護士という職業柄ですね、非常にやっぱり忙しいということは現実的にもありますもんね。そうですね。はい。ですからこうお約束をしている時間内にやはりあのお客様を優先しなきゃいけませんのでね、なかなかあの番組を継続することが難しくなったということなんですけれども。 なんかもう会えなくなっちゃうの寂しいんですけど。まああの定期的にご飯でもできる方は私は思ってますので。<laughs> それはなんか法律的に問題はありませんでしょうか。全く問題ないと思います,いいますそういうお約束ができていれば。あのこれはあの。 口約束だけじゃなくて電波に乗りましたので、そうでね、のこれは証人がたくさんいますから、公的公約ということになろうかと思います。ここ録音しといていただきたいと思います。<laughs> であのたくさんねなんかあの別にアラストですよということを言っていたわけではないですからそういう内容ではないんですけど本当にあのたくさんあのー、まあ収録でご紹介しているっていうのはもう皆さん分かってらっしゃるのでいろいろとこうメールをくださっているんですけれどもなんかこれをご紹介 しているともう終わってしまうので、えー、多分あのクレームのメールがドドッとくると思います、うん、やめるってもっと早く言っといてみたいな感じだったんですけど先生も最後までねちょっと調整をしてくださったんですけれども、まあ、案件が非常に多いということであのその案件っていうとやっぱりその刑事事件と民事っていうと先生こう私たちとちょっとあのお食事をしてた時もなんかもうずっとなんかこう民事の相手のうん、うん えそこまでセンスお付き合いするんですかっていうぐらいの案件がありましたけど、はい、ああいう状態はやっぱり一日中こうそれが日にち日に日,日,日って重なってるんですかねそうですねもう変なし休みの日でもあれをやろうこれをやろうというようなそういうようなレベルになってきていてそういうお仕事なのでしょうがないとは思うんですけどね。ねねはい まあ、あの警察であるとか弁護士さんとかそういったですね、えー、方たちのお仕事が減るっていうことがまあ平和になるんだろうと思いますけれども <laughs> まあ民事はどんどん増えるだろうなという気がしますね。さあ、あのメールをいただいた方あのごめんなさいお酒を飲まない27歳さんこの方もおなじみになりました青とのママ2歳の友人ミミさんそしてミルキーさんミルキーさんもねあのよくいただきました。えー、そして 朝博士、朝の墓場じゃないですけどね、あの朝博士さんもいらいただきましたね。またぎきさんいただいております。ありがとうございます。えー、本当にあのミルキーさんとかお酒を飲まない二十七歳さんは特にあの、えー、いわゆるあの交通の法律っていうかね。はいはい その問題に関してはやはり非常に興味をドライバーさんたちがお持ちになってくださったと思うんですけれどもさあラストということなんで先生の方からこの番組を聞いてくださっていたファンの皆さんというかリスナーの皆さんに「平成最後のコメントになりますなるほど <laughs> ラジオ通じての平成」「あっ夜があった!」はい。 あのこの間いろいろ法律をまあ皆さんに分かりやすくお届けをしてきてやっぱりあの法律的に構成をするとどうしてもこう難しくなりがちなのをまあできるだけ皆さんにこう分かりやすくということを務めさせていただいたのがまあこのラジオの一つの目的が達成できた部分かなと思うんですね。でこれは一つまあ皆さんに何らかのきっかけがあれば見ていただきたい映画がありまして「テッドという映画が「クマちゃん」 あのテッドの2の方なんですけれども、はい、その中であのモーガン・フリーマンという俳優さんがいて、はい、その俳優さんがあの弁護士と、まあ、弁護士役なんですけれどもテッドの人権を獲得するというそういった役割をしているシーンがあるんですね、はい、その中でその最終的にテッドというそのぬいぐるみですけれどもがあの人権を取得できるかという話になった時に、はい、モーガン・フリーマンが一言言ったのが法律っていうのは何に裏付けるかといえば常識だと。 皆さんの常識に裏付けたものが法律だから皆さんが当たり前と考えることが法律になってるんだよという話も踏まえて、まあ、何か迷った時に私の常識はこうだとそれが法律になってるんだからやはり難しく問えられれば法律というその、まあ、民法やら刑法やらという法律にはなってますけれども、ね、皆さんのこう 手にあの胸に手を当ててみて自分の法律がかなっているかどうか、うん、他の人から見れば自分の法律、まあ、いわゆる常識が通用するか、はい、そういった感覚で物事を捉えていただくとより法律というものが身近に感じられるかなとと思思いいいいまますすすごくいいお話だと思いますなんかそうするとチープに聞こえるかもしれませんけれども赤信号になったら止まる当たり前のことそれをなさないことによって起こる。 事故というのはあるわけです,しそうですね。歩き煙草をしないっていうのはしなければ、うん、それにまつわって何かこう何かが燃えるとか、はい、お子さんの目にとかって、うん、だかそういう法律っていうのはどっかのマナー道徳そういうもののこう先にあるものかなって思うのでその前段を私たちが守っていって、はいうん、その上で起きてしまったトラブルというのはやはり専門家に とということになりますねなので、まあ、あ皆さんのトラブルを解決するのはの法律ではあるんだけれども、はい、その法律を使わなくてもよいようになるためには常識でおっしゃったようにマナーとかいわゆるこう譲り合いを含めた、えー、そういうところがうまくできていれば法律というその最終的なルールに行き着かない前に 解決することができると思うので、はい、ぜひ皆さんもそういうところに心がけていただけるとよろしいいいのかなという,ふうには思います、はい、私が暇になってもいいということを最後に <laughs> おっしゃったようでございますけれどもで,、ねはい、でもあの高田弁護士ね、はい、私も弁護士とこうお話をしてきてあの法律っていうのは情も情けもないんだっていうようなふうに思っていた時期ももちろんありました。うん、で事実 まあ確かにそういう部分もありますけれども何だろうなそういうあの隙間のところで依頼者の何かこう尊厳であるとか罪を犯したとしても、えー、それをこう,こういう意図があったんだっていうこの裏の部分っていうか背景をやはり、えー、分からせる分かってもらうっていうことに尽力するっていうのはやっぱり人間でなければできないなっていうふうに続くづく、うんね、思いました。はい ねえあの質問の中に向かうあの以前、えー、嫌な人明らかにも絶対悪いのにその人の弁護をするのは嫌じゃありませんかっておっしゃってましたけど、うん、なんかのテレビ番組じゃないですけど真実を知ること、うん、知らせることっていうのは大事なことなのかなと、ねはい、思います。はい、さあ今日のの夜って誰だかかわりませんが <laughs> よくある男女問題、夜の崩落相談所。これは先生、何時からでしたっけ。えっと、何時からですか。九時半ですね。二十一時半です。<laughs> はい。二十一時半、九時半。このまんま、今日本当にさよならになりますからね。あの、聞いていただきたいと思います。先生、本当に、あの、今までありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> はい。何か機会があれば、ぜひまた。え、あの、お聞きしていただければと思います。<laughs> 誰か席しておりますけれども、<laughs> はい、あの。 これは涙咲きだと思います。それでは本当にまたお会いできる日を楽しみにしています。はい、ありがとうございました。